ワクワクトークでございますな。早い早い早いよ、ちゃんと座ってからにして。なんかさ、すごいよね、あの逆のことを仕向けてくるよね。そのタロットって本当に現実とは逆のことを仕向けてくると思うの、うん、だから実際休めないようにしてくるよね。休めって言ってるから、うんうん、休めなさそうなのか本当に。だから現実を知ってるから、宇宙がタロットにミムに休めって言ってんだよね。で私もそうじゃん、うん、なんか毎回そうなの、あもう恋しなくていいやってするじゃん、うん、次ラバースとかさ出てくんだよね、カップのキングとかクイーンとか、うん、デイジー恋しなきゃダメでしょって、うんうん、だから現実と違うことちゃんと言ってくんだよね、うん、でも分かってるから、しもうなんか一旦ちょっと気持ち友達としてはいいんだけど、もう恋愛としてはちょっと違うなと思ってるんだけど、でも多分恋するんだろうなってもうすぐ分かる。私また恋するんだろうなって、そんな自分に笑っちゃうよね最近。皆さんご期待ください。えご期待ください。本当だよね。うん、だってもう私の友達ですらデイジーちゃんって割といつも恋するんだねみたいなこと言われて。いやでもそうなんだよ、そういう人なんですって言って、それが定めの人なんですって。あ、はい、すごいでしょ、ダイアルコ慣れちゃったもん、ほら。あ、すごい。先生ジャッジメント、本来のデイジーでしょって。本来のデイジーでしょって。あなたが今あの殺そうと思ってるその思いが蘇らせるっていうかね、ね、はい、墓場に持ってこうと思ってるものこそチャンスですよこれ。天に見せてるからね。ね。これね、このラッパーガブリエルのラッパーなんだけど、これが鳴っちゃった時はもう行くしかないんだよ。やるしかないの。どんなにあがいてもダメっていうお告げなのこれ。ジャッジメントだから。天がそういう風に下しました私を。はい、判決出ます、コンコンデイジー恋しなさいって。分かりました。しかもさ、そんなこと言ってる矢先に愛と献身の8月来るからね。え、知らない。6番私テーマになったかな、知らないね。動画見て、さあ皆さん、温めてプリンのスペシャルセッションもぜひご覧ください。いやーすごいな、私そう思うと6とか持ってないからな。それはリムに拾ってもらうわ、私怖くてめくりたくないんですけど。え9のワンド、うん、まだ諦めちゃいけないでしょ、うん、に司祭様です。ふんって言ってる。え、だからまだね、まだ恋することを諦めちゃいけないんだよデイジーはっつって、うん、ねえ、じゃあなんでって。司祭様ですよ、男性の教皇ですよ。デイジーが恋することによってみんなが学びになるそうです。まあでもそうだよね。わかりました。じゃあ今日はそんなところで、後がよろしい、後がよろしかったのか、これは始まりが悪いのか、もしくはちょっと間がすっごいぶった切られるかもしれない。この動画がどんな仕上がりになっているのかちょっと私も怖いですが、また放送されないかもしれない。そうね、ちょっと編集してみたいと思います。ということで皆さん、楽しい8月を過ごしてください。ストレングス。8月ストレングスですね、うん、はい、じゃあまた8月の運気読みの方もぜひ皆さんの7月のレビューと、うん、8月のお話も、うん、コメントも、うん、あとこの取り留めもないワクワクトークに話題の提供もお待ちしております。皆さんのね、実はお悩みとか相談乗りたいんですよこの時間に。あー、ねー、ね、言っていただければ、なんか確かにやっぱ身近にさ、こんな人たちいないと思うから、どんなこと言い出すかちょっとね。いやそれ私デイジーの影響なのかな、わかんないんだけど、うん、最近恋愛相談が結構増えてまして、セッションなんだろうって思って、何の今日は相談というかそのセッション、うんうん、何のお話ししましょうかってなると結構恋愛のが多いの、うん、でも私自身の発信のさ、コンテンツの中に恋愛の話って結構ないんですよ。ほぼないよ。ないんです私、うん、
発想にすら上がんないでしょ。そうだって、そもそも私はもう二度と恋愛はしないよっていうスタンスで生きてるから私に恋愛の相談をしに来る方そんなに多くないんですよ。そうだよね急に携帯が答え出しましたよそう、でもなんかデイジーと一緒にいる影響なのか分かんないけど恋愛相談増えてるのよ。でもしかもあのしかもなぜかすごくご好評いただいていてありがとうございますみんなよかったね。もうどんどんやってもらって本当に。そうそう、まああの数日がねあったりとかするとその相性とかも見れたりする。あのこの間もらった縁結びの守りさ、うん、相当強いんだろうね。あの携帯電話につけて歩いてたんだけどすごい好きな人も含めて、うん、みんなからえこれ何どうしたのみたいな、なんかすごい勾玉じゃない、なんかさちょっとさあそう赤に紫のこう色で模様が入ってるやつ。だからみんなさなんか目の色変えてさなんかホラーアイテム見つかったかのように何これどうしたのって言うからえこれあの縁結びだよって言うと強すぎるみたいにみんな絶句なのよ私が縁結びの守り持って歩いてるとみんなにとっては恐怖みたいでしかもねその縁結びのお守りもあの3種類ぐらい色があって赤と、うん、その赤地に紫のと、うん、あともう一個全然違う色のがなんかあって、うん、いや見た瞬間にデイジーは赤に紫でしょと思う、まあ、色も強いんだけどそもそもねデイジーが和物和柄のものを持ってるってだけで結構異質に見えるらしくってあんまそもそもアイテムで和柄ないから、うんうん、でかつそれが縁結びチラって縁結びで見るとほーみたいな触っちゃったごめんみたいななんか言われんだよえ何呪いじゃないからみたいな。いや私はすごく思いを込めて お渡ししたんですけどね。そうそうそう、いつも大社の。そうですよ、はい、それにあやかったつもりで告白しましたから。はい、すごいよね。旅行中にさ一泊二日だよ。一泊目の夜に告白するからね、その後気まずくなっても知らないよって感じだよね。でも多分ならないっていうのを直感的に分かってたからなんかね、でもなんか友達としてすごく仲いいの分かってたのね。で、この気持ち芽生えちゃったことを隠してる方が友達としてなんかちょっと違和感だったのよ。で、言っちゃおうと思って言ったんだけどね、まさかこっちが泣かれるっていう皆さん動画をぜひチェックして。びっくりしましたけどねお前が泣くんかいと思って。面白い。まあでも何にしても人に恵まれてる人なんだなと思って見てたその動画は。でもそうかもね、そこありがたいよね。なんか私自身でも自分に思うし、なんかここ 1,2 ヶ月ぐらいはいや本当に私は人に恵まれてる人なんだなっていうのをすごいなんかこう体感するというか、感謝って思いながら、エイジーも多分そういうタイプなんだと思う。そう、だからその人に感謝しつつ最後は自分に感謝しないとね。あ、話が戻りましたね。じゃあまあ皆さん本当に夏バテにはご注意いただいて楽しい夏を過ごしてください。うん、じゃあお悩み相談、話題提供お待ちしてます。そうそうそう、こんなことあったようでもね、はい、そうね、お待ちしてます。はい、ありがとう。ではまた次の機会に。楽しんでね、みんな夏バイバーイ。はい。